はい、ほうきです。問1は結構よくある問題で、適合標示無線設備っていうのと発射する電波が著しく微弱な無線局っていうので2番を選びました。問いの2、これは、工事が落成した時っていうのと因数の後に正し書きがついていないので1を選びました。問い3、変更検査に関するもので、場所の変更はさすがに言わないといけないかなと思って2番にしました。問い4、適合しないものはどれか。これ2と4は多分適合してると思って1か3で迷って1番にしました。問い5、適合しないものはどれか。これ 26.175MHz を超えるものっていうのはいろんなもので基準が緩くなるなっていうふうに覚えたので、この超えるものには何とかしなければならない、あこれは違うなと思って5番をマークしました。はい、問い6、人工衛星局の無線設備の条件。人工衛星局は電波を、いつでも止められるようにしなければいけないと。で、対地静止衛星に開設する人工衛星局はこれ結構厳しめな条件だったなと思って、経度のプラスマイナス1度以内にしています。で、人工衛星局は設置場所を遠隔操作により速やか、変更することができるものでなければならない。でも正し書きの部分が結構日本語が難しくて、人工衛星局以外の人工衛星局を除く日本語って難しいですね。はい、問い7、これはこの7っていうのがデジタルの確か複数チャンネルだったかと思って3番を選んでおります。問い8、電波の強度に対する、なんとかかんとかということで、これも 26.175MHz 以下で、以下を緩くしているのでこれは違うなと思って3番を選んでおます。問い9、これは、直前に総復習した問題集の中で結構目に入って覚えたので正解できました。はい、A の10、これは結構よくある問題かなと思います。この組み合わせを選びました。はい、問い11、免許証に関して、住所に変更が発生した時は別にこう再交付する必要はなかったなと覚えてたので4番にしてます。で、A の12、これは、非常通信とはこれこれが発生しまたは発生する恐れがあるときに、 で次がこの利用することができないしか覚えてなくて、あこれどっちかなと思ってたんですけど、この復旧した場合は、速やかに、取り扱いを停止しなければならないということで、あこれ3番かなと思って、3にマークしました。選択肢に助けられました。はい、次 A の13、これはこの妨害を与えない機能を有しなければって、これ結構ハズレの選択肢に、間違いの選択肢に多いなと思います。でこれは他の無線局っていうのを覚えたので、これとここで4番にしてます。はい、問い14、これよくある問題ですね。問い15、このなんかいろんなものを列挙するときって結構この数が少ないもの、あと2個でこれ3つあって、こう少ないのが正解の選択肢のことが多いなと思ったので、まあ2か3かなと。で、6ヶ月以上休止したとき、これを覚えてました。で、罰金以上のとき、これを覚えてました。で、この2個と、ここやったので安心して2番をマークしました。で、次 B の1、工事設計の変形で変更で、ETOW は届け出じゃなくて許可を得るかなと思って ETOW を2にしてます。問い2、スプリアス発射はこれ除去じゃなくて、低減やったかな。で、これはここが100ボルトまたはヘルツで表すというのが正しくて2にしてます。はい、問い3、これちょっと何個か間違ってるっぽいんですよね。問い4、
ットイオンはこれはよくある問題かなと思います。ちょっとこの避難通信、遭難通信かこの一般のどっちか分からなかったんですけど、ちょっと勘でマークしちゃいました。これ問い語、なんかこれどっちかな、これが間違ってるっぽいですね。はい、8割9割ぐらいあるのかなと思ってます。以上です。